どうも皆さんこんにちは、マミムンです。今回はマインクラフトプラスが発表されたので紹介します。これはマインクラフトが長年密かに開発を進めてきた革新的な製品です。では一体どういったものなのか、マインクラフト公式でツイートされたリンクを踏むとあるサイトにたどり着きました。今回発表されたマインクラフトプラスの正体はスクリーンセーバーです。もちろん無料で使うことができます。リンクにはダウンロード版とブラウザー版があり、さまざまなスクリーンセーバーが用意されています。ではどのようなスクリーンセーバーがあるのか見ていきましょう。